今朝新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。去年も一人で誰にも知れずに一番後ろで見てました。あの歌もう一度聴きたくて、私のために作ってくれたと今も信じてる。あの歌を初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた。安いギターをいたわるように、あなたのポケットにあった、あの店のマッチ箱一つ、今でも時々取り出して一つつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに